大塚久は日本の経済史学者。専攻は英国経済史で西洋諸国における近代資本主義近代市民社会の研究で知られ、マックス・ウェーバーの社会学とカール・マルクスの唯物史観論の方法を用いて構築した大塚史学は国際的評価を受けた。1907年京都府生まれ、京都府立京都第一中学校を卒業後、 旧制第三高等学校入学。この時、片足を負傷し、後に切断することになる。1930年、東京帝国大学経済学部卒業。大学では、本遺伝小男や内村鑑三に指示した。法政大学非常勤講師、同大助教授、同大教授、東京帝大経済学部助教授を経て、1947年度を、大学教授、 1968年から、同大学名誉教授、日本学士委員会員、君に当局日、重光明、文化勲章を受ける。1996年7月9日午前4時42分、老衰のため、東京都練馬区の自宅で死去した。大塚久雄氏の蔵書は、大塚久雄文庫として、福島大学附属図書館に収納されている。 マルクス経済学とウェーバー社会学を基礎に近代を担うべき人間について考察を深めた。大塚はイギリスを近代と民主主義のモデルケースと考え、独立自営農民用マンがその発展を支えたとした。オグマエイジは大塚の背景には日本の民主主義が特にその担い手となる自由で自立した市民が未成熟であったことの反省があるし、大塚が 労働者の自発性と目的合理性を重視したのは太平洋戦争時の戦時体制が過剰統制と神か仮主義により敗戦を招いたことへの批判にある指摘した。この大塚の死座は大塚私学と呼ばれ一時代を築くが、その後日本経済が高度経済成長期に入り、逆にイギリス製造業に影が見える頃になると、 戦前への反省やイギリスの理想史という大塚史学の特徴自体が求心力を失っていった。株式会社発生史論、近代欧州経済史序説近代資本主義の系譜資本主義社会の形成、資本主義社会の形成、国民経済、共同体の基礎理論、近代化の人間的基礎、社会科学の方法、進行と社会科学の間、将軍、彫い、 企画経済史の諸問題から、以下は、審判での追加、社会科学とベーバー的方法、意味喪失の文化と現代。ありがとうございます。